どうも皆さん、こんにちは、ゆうです。ゼノブレードをね、エクストラバージョン、まあ、とりあえずメインクリア全部スタートしたんで、今ね、メインクリアクリアしたんで、メインストーリーは全部クリアしたんで、今サブクやってるんですけども、今クエスト的にもこれ片付けようかなと思って、ノポンの名簿。で、残りこれね、一番最初の方に発生したやつが、キャラバンの名簿完成さ、あと5人いるので、多分休憩地にいるでしょうということで、マップのね、まあ、ところどころのね、このなんだっけ、休憩ポイントを上から順に漁っていくというね、ことをやっていきます。多分取れてない、実際に休憩地に行ったけど、もう話しかけてないでもらってないやつがいると思うので、まあ、それにちょっと行こうかなっていうところで、今やってたんですけど、まあ、その時にね、これがあったんですよ、情報、インフォメーション、AT信者使い切っちゃったもん。まあ、こういうね、ものも、こまめに AT チャンネル探すならそうなっちゃう。これから見つけたらすぐ回収に行くもん。こういうのも片付けていくと、いうことですね。エーテルシリンダー。ということで、まあ、今日はね、とりあえず、ま、やっていきますよ。まあ、とりあえずやっていくんだけど、まあ、こんな感じで、まずはこのノポンのね、キャラバンの名簿を完成させていきたいと思います。で、今出たやつはエーテルシリンダー。あ、これはあれか、クエスト特に発生しないか。エーテルシリンダーで口先、鉄巨神とかジムクラスで使えて便利だよね。命に一時がない時に滞在できるのも優れものだ。それでいくつか持っておきたい。そうなんだな。そこだ、そう簡単じゃない。まず、エーテルチャンネル見つけなければエーテルを貯められないから、確かに頻繁に見つかるものじゃないし、エーテルチャンネルの発見装置を使えばいいもん。そんなものがある？確かあったはずも、それならすぐ見つかるもん。じゃあ、俺たちはエーテルに困らなくなるな。そうも、発見装置にエーテルシリンダー5本と2000円エーテルチャンネル見つかれるもん。それは便利。5本エーテルシリンダー本文のエーテルチャンネル見つける、エーテルシリンダー5本必要も意味ねえじゃん。だから使われないもん。期待して損じゃないか。地道に探しかないよな。うん、そうみたい。あ、そうだ。あとね、動画撮ってないところにね、あれ見つけたんだよ。なんだっけ、なんだっけ、ちょっと、全然全く思い出せない。クエストのさ、これ7人のノポン、なんか、アルティメットハンマーを持つ7人のノポンが集まり、オリジンのかけらを加工し、ノアたちのブレードを強化できるらしいみたいなさ、で、オリジンのかけらがさ、1個あったんだよ。なんか適当になんか動画撮ってないところで、どこだったっけな、愛知派地方だったな。確か。本当に、うん、これマスキンのって違う。ここじゃねえな。あれ、どこだったっけな、ここだ。本当に忘れてた。なんか愛知派地方か、フォーニスの、フォーニスだったっけな。あ、フォーニスか。フォーニスだ。このゴンザリス、ゴルザリスのここのところにね、オリジンのかけらが1個ありましたっていう、ただそれの話でした。これあったの5個集めるのか。あ、ほらこれ、あ、でも2つあるじゃん、もう。ヘキサとラウンド。あ、ここにもある。ん？わかんねえな。どっちかは多分手に入れたやつか。オリジンのやつ。まあいいや。オリジンのかけら手に入れたっていう話でした。ということで、まあね、休憩ポイント巡っていきまーす。ここにはあるの？ない。ちょっといいか、主人に頼む。あ、あるじゃん。おや、ちょっと難しい。こいつもらってこいって言われても、全く自分なしを使わないなんて、ノポンの風紙にも。あ、手に入れた。香りにしかありがとう。これこっちの一人に責任なんだ。赤赤もゾゾカもそういう気持ち忘れる商売して。ゾゾカいいやつも気を見て会いに行くというのも分かった。ありがとう。終わった。あと4つだ。ノポンコインは遥か遠い昔に作られて、それを誰かが集めてわざわざああいうニュンチにばらまいた。ものすごい良いと思う。なんか、フォーニスの、まあ、だから休憩所って上から順に巡ってるんですけど、ここにね、ありましたっていう話。まあ、どこにあったかどうでもいいか。はい、じゃあということでこんな感じでちょっと巡っていきたいと思います。はい、なんかまたインフォメーションを見つけてしまったな、なんか、ノポンたちを。これは違うな。恐ろしい力を持っていると。ああ、まあ、こっちじゃないんだよ。なんかこっちにあったんだよな。洞窟の中からここに移動してもお客さんがいっぱい来たのも、あ、それこそそれに黒い気分が出てたし、ここの方が安心できるもん。黒い気と消滅現象。なんか出ちゃったな。これはクエストが発生するのか。発生はしないと。なあ、ベネル洞窟で黒い霧が出てたらどこの話を言ってんだ。あれってかなりやばい状況だ。中国が出た情報で、それは超滅現象の前兆と言われて、今回逃げられたが巻き込まれる恐れもあった。マジかよ。厄介なことに黒い霧が見えたからといって、即座に超滅現象が起こるわけじゃない。なんだすぐじゃないかって厄介。そうだ、風雲ことかもしれない。何年も先のことかもしれない。黒い霧が見えただけで、いつ消滅現象が起こるかわからない。上、最悪、いつ近づかないことに越したことはない。まあそういうことになると、まあ、喜び遺産で飛び込む輩はいないと思うか。まあ、じゃあ行こうか。次。はい。見つけたな。西部の、ここマジか。ここすげえ行ってるから、絶対ここじゃないと思ったのに。最後の話じゃないの、渡していいのか。そ
鈴鹿はとても優秀なノコもゾルよりなんちゃらかんちゃらがどんちゃらかんちゃらとりあえずソルもそこそこ優秀なゾルカの次の次の次くらいは無駄まりしてこれにしても今後のゾルカをご引きに頼む。あったなあ、と3つか。西部遺跡とは思わなかったな。まあいいや、とりあえず行っていくか次。はい、じゃあ次行きます。来たシルジの家で来た石を渡してもらえるか。あ、そんな時期に私の石はどこにしまったか覚えてないです。回収してきてほしいって言われてるんだから。あ、赤色の石だけありましてもどういう意味だったか忘れます。これでいいですもん。あ、一瞬もらえばそれで構わない。人に手伝ってもらうなんて、シルジも忙しいんですもん。メメモみたいな臆病者もいるから気をつけた方がいいですもん。覚えておこう。これどこまあ、エルティア界来たら、なんか、多分たくさんあるんだろうな。なんか残りエルティア界な気がすんな。あと何個？あと2個か。はい。じゃあ次行こう。来たー。まあ、やっぱエルティア界だったなー。シルジの家で来たんだ。名簿作りとあと石の返しで。あ、そうだったの。ほら、こいつも我は、青色をあげるもん。助かってもらっていくよ。以来にはもうあったもん。相手嫌な奴を相手にするに気をつけるわ。ああ、わかった。ありがとう。あと一人だな。どこにいんだ？絶対エルティア界だな。行くか。なんか、エルティア界、さまよってたら、鉄巨神発見したわ。これ、鉄巨神なのこれ。あ、鉄巨神だわ。これだな。残り1個。確実に。間違いねえわ、これ。間違いない。なんか火が。え？で、なにこれ、なに？これ、倒す。あ、この辺倒すんね。はい、じゃあちょっと片付けていきます。はい、ということで、鉄巨神の周りに住むなんか、やつらのラストですね、こいつが。こいつ倒したら鉄巨神の治療ができると。OK。よし。僕の策に抜かりはなかったということだ。これで、ここの鉄巨神が起動できるので、起動したら、ノボンがやってくると。で、そいつが石があると。いうことですね。よかった。エルティア界って、絶対エルティア界だと思って、エルティア界冷めてたら、たまたま見つけたわ、この鉄巨神。合わせてくれ。エーテルあるよな。オッケー。25。今何個あんだ？ 80 ぐらいあるよな、多分。朽ちた鉄巨神、再起動。ペースクリア。駆使できると再起動させ、ノポンのキャラバンがやってきて、救急ポイントで使えるようになった。よっしゃ、これで、まあ、とりあえずプラント一回取っとくか。よし、取って。まあ、これはね、プラントはね、もうガチャみたいなもんだから。一回ぐらいちょっと回しておかないと。何が手に入ってるのか一個もある。来たー、こいつだ、絶対こいつだ。あら、お客さんもお茶でも飲んでいて、私は客っていうかジュージューから言われてきたんで、そうっすか、うかうかとして人の気をうっかりしていました。はい、これが一緒にも、よし、これで終わった。ちゃんと扱ったぜ。それでお茶飲んでいきますもん。いや、私は急いでるから、そうですか、農家なら飲んでくれます。農家楽しいやつです。じゃあ私の分まで飲ませてくれって分かりましたもん。終わったー、せっかく最後。はい、ようやく終わったわ。ちなみにこれ相手のどういう感じ？はい。つうことで、じゃあとりあえず行くか、シルジルに行きたいと思います。はい、ではとうとうこのね、クエストが終わりますよ。シルジルに話しかけることにより、あ、こっちじゃねえよ。こっちじゃねえよ。こっちでシルジルの方だよ。全員やってきたぞ。これが回収したりした。は、殺害シートが見込んだ人も助かったもん。石なんて集めてどうすんだよ。みんなくれるのはバラバラだぞ。それは。この石は石確認が見つけたものだったもん。ふん。ダジャレじゃないもん。何言ってんだこいつ。ご本、話を戻す。我々のボンキャラバンは人との付き合いをどうするか一定の基本ごとに確認しないもん。そうだったんだ。赤は距離を置く。青は現状維持。黄色は優雅。
星シリーズたちは一つの距離感をバランスよく保っている。なるほど、この意味はちゃんと意味だったのか。それがキャラバンにとって重要なもの。これで今回どういう結果になったの。あ、そうだったの。赤が6つ、黄色が6つ、青が7つあるもん。なるほど、なるほど。一つの月は現状1ってことも。それはいいことなのか。うん、良くも悪くもないも。今まで通りのお付き合いを約束する。まあ、敵対されるわけじゃないんだから、それでいいんじゃないか。でもそういうものなのか。お手伝いありがとうも、今後のご贔屓にしてほしいもん。終わったー。ノボンたちから預かった石は多数決による一つの距離を決めるものだった。いつかノボンのとの関係性が変わるかもしれない。素材を拾ったら即座にシリーズで抱えてる。これで重いものを打ち込んでキャラバンで売る手間が省ける。かなり効率的でありがたい。もうたまにはキャラバンに戻ってきて買い物してほしい。すげえ、なんか2000手に入ったぞ。え、絆グラム上がったの。よくわかんねえな。でも4なんだよな。5位っていうとこねえんだよな、1個も。はい、ということで、クエストが終わったんで、またちょっとね、いろいろ遊んできまーす、まあ。とりあえずね、今何やってるかっていうとね、勝手にあれやってるんですよ、この、ソウルハック。ユニークモンスター倒して、この、アーツとスキルを獲得してってやってるので、まあ、その途中で何かあったら、ちょっと取っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。なんかさ、あ、今クラス画面見てんだけどさ、これノポンコインで上がるんだね、クラスって。は、全部クリアした後に気づいたわ。10まで、10から20はわかんないけど、10までは普通にコインで上がるんだね。なんかノポンコイン全部売ってたわ。売却になってたわ。あれ、で、まあとりあえず、なんか上げてるわ。適当に。ミオとかも、シードのやつとかレベル10にして。あとすか。あと何あげるか。グレイとか。あれ、間違えた。変更なっちた。変更なっちたぞ。変更なっちたぞ。当たりる。ランクアップ。体温誰にすっか。体温も2個余ってんのか。攻撃は任せてもらおう。いや、なんか返ってたな。あ、コインが足んねえ。こんな感じか。そうするとヒーラーがこれでもう終わったろ。まず自分の行くか。そうすると私がみんなを守る。まだ残ってんだ、これが。回復役は任せて。疾風士はまだ10になってない。バッチリ守ってやるからな。こんなところか。いや、ソードファイトは8だな。ソードファイトでやろう。こんなとこか。はい、じゃあちょっと変えました。初めて知ったのノポンコインにあげられるの。はい、でした。あなた方のおかげでガンマにも活気が戻ってきましたね。なんかさ、軍務長にそう言っていただけると僕らも骨を折った甲斐があります。ハテナが出た。ガンマ。コロニーガンマさ、ずっとさ、この共同依頼がさ、ずっとできなかったじゃん。覚醒イベントを完了させも。今、シドをパーティーに加えたわけよ。そしたらなんか出たわ、ハテナが。はぁ、シドを編成しないとダメだったわけね。そういうこと？新兵たちから評判を聞きました。共同は順調のようですね。そういうことだったのね。ええ、私たちなりに精一杯やってみたわ。何か教えるって意外と難しいもんだな。少しは僕の苦労を理解してもらえたようで何よりだ。お前はいつも説教ばっかじゃねえか。または嫌味。にぎやかですね。皆に慕われるのもわかる気がします。それはそれとして、共同はまだ続けるの？ああ、その件についてですが、そろそろ仕上げの時かと思いまして。仕上げ？それってもしかして。はい、これまでの総括として大規模演習を実施します。へえ、大規模演習面白そうじゃん。何やんの？その演習が終わればいよいよ彼らも一人前というわけか。そういうことです。つきましては
あなた方にもぜひご協力いただけると。もちろんそのつもりよ。それで演習はいつやるの？これからです。え？実を言いますと、すでに演習の準備は済ませていまして、あとは私が皆さんを現地にお連れするだけなんですよ。最初から全部織り込み済みかよ。ちゃっかりしてんな。あなた方が一通り共同を終えるのは今ぐらいの時期だと見越していたので。だいぶ前にやってたんですけどたまに強引よね、指導は。いえいえ、そのようなことは。あなた方を信頼しているがゆえですよ。それで俺たちはどこへ向かえばいいんだ？藤ヶ原は知っていますね。おう、もちろんだ。前にそこで戦ったこともあるしな。すでに新兵たちはコロニーを立って現地で待機しているはずです。演習の詳しい内容は彼らと合流してからご説明しましょう。発生したな。やっと発生したよ、指導の覚醒イベント。全然わかんなかった。場所は？じゃあ行くか。ここだね。藤ヶ原。あ、ここだ。よ。みんな待ってんな。整列してみんな待ってんな。なんでこんななんか礼儀正しく待ってんな、みんな。みんな揃っていますね。では本演習のミッションを説明します。何ですか、何なんですか。とその前にまずは上をご覧ください。上？あ、本演習用に私が手配したコンテナがたった今投下されました。仏藩、足原藩、キリエ藩の各隊はコンテナを捜索、速やかに回収してください。それで私たちも？我々はコンテナを狙う敵です。彼らの回収任務を全力で妨害します。はぁ、ミオ先輩たちと戦うんですか？そんなの無理ですよ。いちいち騒がないでください。これが演習であることをお忘れですか？そうそう、俺らみたいな新兵相手に先輩らが本気出すわけねえって話。3人とも今から私が言うことをよく聞いてください。敵が誰であろうと相手を軽んじたり侮ってはいけません。一度ブレイドを交えたならば力の限りを尽くして戦うこと、それが敬意というものです。敬意ですか？敬意を払わずして戦いに臨めば後に残るは過言のみ。力に身を任せて戦うだけではこの戦争が終わることは決してない。ゆえに我々兵士の究極の使命とは敬意を持って過言を断つことなのですよ。相変わらず難しいこと言ってんな。うん、指導軍務長らしいけどね。ミオたちも遠慮は無用です。あなた方の全てを彼らにぶつけてください。了解。私たちも全力で敵をやり遂げるわ。結構です。では各班、指定ポイントへ向かい演習開始時刻まで待機。以後瞳による通信を禁じます。以上、解散。そろそろ時間ですね。我々も作戦行動に移りま…ん？なんかあったの？指導？どうかしたの？いえ、何やら視線を感じたのですが、気のせいだったようです。なあ、早くコンテナを探しに行こうぜ。ひよっこどもに先越されちまうぞそうですね、我々も先達としての意地を見せなければ。了解、ミッション開始だな。誰だ、誰、誰かいるな。まずは投下されたコンテナを探しましょう。とりあえずこっちから行こう。全部で3つでしたね。急ぎましょう。ナビ的には向こう行ってるけど
ナビ的には後ろには行ってはいますが、こっちから行くか。こいつ戦うんかな。回収してしまう。あれ？誰もいないぞ。私たちが一番乗りか？なんだよ、拍子抜けだな。じゃ、コンテナだけ回収して。そうはいかねえんですわ。先輩。え？何？囲まれた。ほう。そうきましたか。新兵だからって俺たち舐めてると痛い目見るぜ。見るぜ。私たちも必死だからね。悪いけど全力で行かせてもらうから。上等だ。なら死ぬ気でかかってこい。はあ、レベルいくつぐらい？54か。うわ、まあラスボス倒した後だから、まあ、こういうクエストは楽に感じるんだろうな。で倒します。まあとりあえずもうインターネットに出そうか。はい、余裕だな。インターネットしていく余裕だな。はい、あと2。あと何体いるんだ。取り巻きがいる。何にも喋る子なんだよ。余裕だな。さすがに。あとはここか。よし、あとはここか。インタリンクして終わりにするか。終わった。くしょう、これでもダメなのかよ。さすがだね先輩、これはもう諦めるしかないかな。そんなことはないさ、君たちも十分いい線いってたと思う。ええ、まだまだ伸びしろがある。これからも頑張って。先輩、でもコンテナはもらっていくからね。まだやるなら相手になるけど。いや、もう勘弁ってことで。遠慮しなくていいんだよ。実戦好きでしょ、筋トレよりも。セナ、お前まだ根に持ってんのか。迷子になってんの。こんな大事な時に迷子になっちゃうなんて。どうしよう、このままじゃ。ここで立ち止まってたらますますダメになっちゃう。私もミオ先輩みたいにリーダーとしてしっかりしなくちゃ。誰、誰っすかこいつ。誰あいつ。よまだ2箇所あんのか。よっよめんどいな。あいつ誰なんだろうな、さっき隠れてたやつ。それが気になるな。とりあえず次ここ行くか、こっちの場所。
また戦うんだろうな、どうせ。よっ、あ、いるな、この辺になんかいるな。なんかみんな戦ってね。あ、モンスターと戦ってるわけね。おい、あいつらやべえんじゃねえか。やばいの。55か。もうインターネットになって終わりでいいんじゃない。どう、間に合わねえな。メガスピニッチは間に合わない。メガスピニッチは間に合わない。あー、間に合わなかった。まあいいや。てか、なんかシードのレベルがなんか他のメンバーに比べて今すげえ低いの、今気づいたんだけど。レベルアップするか、休憩所入って。もうこのクエスト終わったわ。え、あと何だっけ、こいつだったか。終わり？これ終わりでいいんかな。あ、終わった終わった。あの、助けてくれてありがとうございました。おうよ、僕たちは彼らの敵だぞ。手助けしてどうする。だからって見殺しにもできねえだろう。不測の事態は戦場の常です。これも一つの経験としましょう。あれ、あなたたち確かキリエ班よね。はい、そうですけど。キリエはどこ。いません。またいつものです。なるほど。いつものですか。また迷子になったのか、あの子。さすがキリエちゃん、ブレないね。どうする、シド。私たちでキリエを捜索する。いえ、これも演習の一環です。ここは彼らに任せましょう。了解です。こっちで探してみます。あんま自信ないですけど。なんで毎回はぐれんねん、リーダーだけ。一緒にいる、そんなことなんでだろう。待って、クラスなんかレベルがなった。ユーニがなんか上がってるね。あ、ユーニ上がってねえ、別に。14、15、16。別にはマックスにはなってない。オッケーオッケー。キリエ、大丈夫かしら。じゃあラストだね、ラストのとこ行くか。キリエは真の強い兵士です。今は彼女を信じましょう。と、はっ、と、はっ、と、あそこにいんのかな。でも順番さ、順番なんか適当だよな。どっから行くかなんか分かってないし、なんかその行く場所によってなんかもう違うんかな。ここを一番最後に行くと限んねえもんな。なんか別のやつなのかな。なんか違うっぽいな。使えるものがあるかね。あ、これ戦うわけね。これすんなり戦うわけね。はぁ、メガスのエッジを打たせてくれ。あ、いた。よし、マシャラがこれにいける。いた。おぼろ、おぼろよ。いいんじゃないか。
入っています。やっ、ハンマーヒッター行きよ。絶好調だ。トラップ何体？1、2、3か。このオミーダを倒したら一瞬3体で終わりか。でもなんかあの変な人いい、なんか戦うんだろうな、どうせなんかハテナハテナハテナになってきた、よくわからない人物気配を感じたみたいな。速やかに撤退せよ。見事な引き際でしたね。戦況をよく見ている、うん、ええ、足原は良き参謀になります。あなたの共同の賜物ですね。僕だけではありません。彼らの協力があったからこそ。よっしゃ、コンテナの中身は俺たちのもんだぜ。何が入ってるのか楽しみだね。連中が戻ってきたら面倒だ。とっとといただいてずらかろうぜ。皆さん敵が板についていますね。この役をお願いして正解でした、はあ、でキリエは？お見事でした。これで我々の任務は完了です。最初の合流ポイントへ戻りましょう。キリエは？キリエは？あ、いた。おかしいな、こっちの方だと思ったのに。あ、もしかして私みんなからどんどん離れてってる？はあ、そんなことないよね。うん、ないないないはず。誰誰消えさへん。あわわわ、ケベス兵なの？ひゃー。でもこれは合流地点に戻るんだろ、これこっから。よっ、でキリーがいるところに向かってるわけじゃないのこいつら。うん、そうだね。なんかキレっぽい感じがしない。もうみんな集まってる気がするから。皆さんお疲れ様でした。本演習におけるあなた方の奮闘ぶりしかと見させていただきました。しかし結果は私たちの完敗です。これではそう落ち込むなって。筋は良かったと思うぜ。僕たちを相手にここまでやれたなら新兵としては上出来だ。ところでここには各班のリーダーが集合しているはずですが。すみません、俺は代理です。キリエはまだ見つかっていません。なんと。これは本格的に捜索した方が良さそうだな。やれやれ、世話の焼ける後輩だぜ。こちらはシド。シド、それが今のお前の中。誰だ誰だ。それよりも知りたいことがあるはずだ。例えばそう、愚かにも戦場をさまよっていたお前の部下が今どこにいるか。まさかあなたがキリエを。彼女は無事なのですか？それはお前の行動次第だ。せいぜい探しに来るといい。仲間に助けを求めようが援軍を連れて来ようが構わん。だが
俺から逃げることだけは許さない。あなたの言葉はあまりに不可解だ。筋が通っていない。解を忘れるな。誰？俺はお前の過去だ。シドウ、どうした？キリエに何かあったのか？キリエが何者かにかどわかされたようです。そんな、一体誰に？わかりません。おそらくはケベスの手の者か、あるいは。なら急いで助けに。いえ、キリエのことは私が対処します。皆さんは兵士たちを連れてコロニーに帰還してください。いや、けどよ。あの、軍務長、俺たちのことは気にしないでください。先輩に付き添われなくてもコロニーに戻るくらい俺らでできますし。伊豆の目普通。しかし、指導軍務長、私もそれが最善手と考えます。私たちでは足手まといになるでしょうが、先輩方ならきっとキリエを。お前ら。承知しました。ここはあなた方にお任せします。皆さん、どうかキリエの救出にご助力願えますか？元よりそのつもりよ。私たちでキリエを見つけましょう。とはいえ、この広大な場所のどこから探したものかな。いえ、キリエの居場所については、おおよその見当はついています。さすが。え、そうなんですか？ここ藤ヶ原の西方に位置するロッツォ五千城跡、その西欧にキリエはいると思われます。どうしてそう言い切れるんだ？事態は一刻を争います。理由は道すがらご説明します。軍務長、キリエのことよろしくお願いします。ええ、必ず連れて帰ります。皆も帰還までは警戒を怠らぬよう。ロッツォ古戦場跡に急ぎましょう。キリエを見つけ出さなくては。キリエ、無事でいて。あそこだな。あそこってあれだよな、巨神兵のところだな。鉄巨神兵じゃない、鉄巨神があったところの近くだよな。あそこですね。いる？いなくね？ここから先へ進む前に話しておくべきことがあります。ああ、さっきのやつの過去。あなたがなぜキリエの居場所を知っているかについて。はい、おそらく敵の真の狙いはこの私です。それじゃあキリエちゃんが捕まったのは。私をおびき出すための人質。そう考えれば辻褄は合います。つまり軍務長は敵の正体を知っていると？いえ、ですが心当たりはあります。その推測が正しければキリエはこの先にいるはず。一体何があるんだ？因縁。因縁？かつてこの古戦場で大きな戦いがありました。ケデスもアグヌスも数えきれないほどの命が散り、最後は双方ともに全滅。この凄惨を極めた戦いはコロニー海が火蓋を切ったことから教訓としてこう呼ばれています。海を忘れるなと。その交戦記録なら僕も知っています。ですが今回の件とどういう関係が？それを見極めるためにも我々はキリエを救い出さなくてはなりません。ええ、事情が何であれ私たちの目的は変わらない。そうよね。私は今度こそ禍根を断つことができるだろうか。あるいはまた。キリエ、どうか無事でいてください。はっ。
に戻ってくることになろうとは。何があったんだろうな、何があったんだろうな、二人の間に、二人のあいつと指導との間に。あそこか、あそこだな。いた、キリエ。指導軍部長、大丈夫ですか、怪我は。すみません、腰が抜けちゃって。ひとまず無事みたいね、よかった。ええ、かろうじて最悪の事態は免れましたが、しかし その姿、言動、立ち振る舞い、以前とはまるで別人のようだが。話し方遅。この場所を知っているということは、やはり俺の目に狂いはなかったわけだ。誰？あなた一人なの？他に仲間は？あの鉄巨神を見ろ、あの日時計に灯る最後の命が俺だ。仲間たちはここで死んだ、皆殺しにされた。コロニー界の軍務長、沈滅の異名を持つあの男にな。お前はあの戦いの生き残りか。ああそうだ、奴と同じくな。あなたの望みは分かっている、しかしなぜこんな真似を。あの堕弱な兵士をおとりに使ったことか。こうでもしなければお前は俺から逃げていただろう。偽りの名と姿で過去から逃げ出したようにな。過去は未だ私と共にある、決して逃れることはできない。だからこそ私は別の道を選んだ、過去を背負って生きていくために。そんな都合のいい理屈で無黒となった兵たちが納得すると。ふざけるじゃない。俺はこのために生きてきた、無様に生き残った惨めさに耐えてきた。だがそれもじきに終わる。お前を殺しその命を仲間に捧げれば。なんか申し訳ないんだけどさ、これよりなんか後ろのコンテナが気になっちゃったんだけど。どうあっても戦うというのか、他に道はないと。やめろ、俺を見下すな。虫けらを見るような目で俺を。俺は弱者なんかじゃない、仲間を見捨ててなどいない。殺してやる、殺してやるぞ。悪魔思い知らず。指導、気をつけろ、あのケベスの兵士普通じゃない。ここで死ね。オーガイ、オーガイって言ったのよ。んだ元の名は。でもレベルいくつ。エクシューシャ55。え、そんな強くないよな。とりあえず一発インターネットになっていくか。ブレイク入んねえな。あ、ダメ、メガスピンで行くね。拘束されてるわ。ダメか。
溶けても拘束されてると。離れてなくない？とりあえずもう行けるだろう、これはもう HP がサクサク行くはさすがに24レベル差あるからな。ユーチューブがね、ガスキングスが OK、来た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  OK、 見て見て見て、え無敵状態、そんなんの最悪だ。えどうした、オーガイ、この程度ではないだろう、お前の力は。あなたの望みは私を殺すことだ。ならばこの戦いに意味などない。今すぐ私を。また俺を侮辱するのか、嘲笑うか。弱者には戦う価値すらないと。違う、そのようなことは断じて。なら戦え。仲間を首に殺した時のように本性をさらけ出して戦え。俺を殺してみせろ、オーガイ。相当恨んでんな。ふぬけが。いやでも奮い立たせてやるまでだ。あの未熟な兵士のムクロを前にすれば、いかにお前でも。未熟なんかじゃな。あいつ、いつの間に。キリエ、動けるなら今すぐそこから逃げて。逃げません、私も先輩たちと戦います。おい、無理すんなって。そうだ、無理しない方がいいよ。無理でもやります。指導軍務長も言ってました、戦う相手には敬意を払えって。全力で戦うことが正しいことだって。キリエ、あなたは。教え子に忘れるべからずと忠告したことを私自身が忘れるとは。どうやら未熟なのは私の方だったようですね。あなたの技は実に見事でした。死を覚悟し命を賭した鍛錬の末に得得したことは想像に難くありません。ならば私も前例をもってそれに応えるまで戒めとして封じた我が奥義で。キリエ、お願いします、あなたの力を貸してください。クーマチョ、了解です。キリエ、頑張ります。いいだろう、やれるものならやるがいい。これ全開してんの？その奥義とやらで俺を打ち破ってみせろ、オーガイ。全回復してんだろうな、多分。チルマーツ、へえ。クリティカルアベンジンの絶対防御もこう、はあ。やっぱ HP 全回復するの、めんどくせえな。向こうがなくなるのか。
平和神一手を出してくれよ。最悪だ、ライジンカウじゃもう打てねえし。最悪最悪、ギリギリ打てなかった。結構めんどくせえな、強かねえけど。回避した。無敵だ。あ、乗った。ヒートこっち向いてるんですけど、嫌なんですけど。そこまでかん、なんだ、サクサクいくって感じじゃないな、HP が。まあ、今どこに入れんの？例えば。入れんの？入れんどこ？ダメだ、ヘイドがこっち向いてる。いいな、みんなイントリンクになってるわ。おい？離れたの？ノアがやられますが、やられましたが、俺どこ行く、どこだ、どういんだ、ここ行った。あー、動けねー、動けねー。めんどくさ、回避とか。無敵。攻撃力が効くのかな、なんかあんま攻撃食らっていい気がするんだよな。ヘイトが脳に抜いてんだけど、ブレさんギリギリでチェーンアタックぞ。選択されて自身の行動可能の TP が10。はぁ、いや、相当良かったな、このアーチ。あ、ん？強かねえのか。あ、微妙。99でまたノアで打つか。
ダウンしたいんだけどねえか。あれこれ99で止まんね、もしかして止まんね気がするだよね。フフフフ、リーダーだと思って普通にやってたわ。よし、あとちょっとだね。脳が落ちたよ、脳が落ちたよ。インターネットで終わりじゃん。インターネットしようと思った。ニオがバインドされて硬いな。でもやっぱあでももう行くでしょ。いた、これは良さそうなものを見つけたね。命の日時計が、私はしない。俺たちの分まで苦しんで生きろ。簡単に死ねるなどと思うな。その言葉、この命尽きるまで決して忘れはしません。そこのアグネスの英子。私ですか。未熟などと言ってすまなかった。お前俺なんかよりずっと。ミオ、お願いがあります。送ってあげてくれってことか。ええ、分かってるわ。彼の命を送りましょう。ありがとう。ありがとうございます。これで彼の命に安らぎが訪れれば。ああ、そうだな。そうであることを願うよ。改めてお礼を言わせてください。あなた方の助力がなければ、今頃は。気にしないで、シド。
私たちはやるべきことをしただけだから。あなたもよく戦ってくれました。成長しましたね、キリエ。本当ですか？私、皆さんのお役に立てましたか？うん、正直見直したわ。キリエも立派なアグヌスの兵士ね。ミオ先輩にそう言われたら私、嬉しすぎて死んじゃいます。指導軍務長、あなたは一体何者ですか？あのケベス兵はあなたをオーガイと呼んだ。オーガイはアグネスでも屈指の武闘派としてその名を轟かせていた軍務長です。ですがオーガイは数年前に戦死したという公式記録がある。仮にあの兵士の言葉が真実だとすれば、あなたは体温、あなたの疑問はもっともです。ですが申し訳ありません、私にはその名について語ることはできないのです。なんで？それは僕たちでは信用できないからですか？いいえ、そうではありません。これは約束なのです。約束？力のあり方と戦いの心構えを後に続く者たちに伝えること。その望みを叶える代わりに決して過去を語ってはならない。それが私と執政官 G が交わした約束です。 G だって、指導と俺たちが倒したあいつが。その約束のもと、私に新たな名と共同官という立場を与えたのが彼でした。過去を語ってはならない、なんだってそんなことを。私にその資格がないからです。私がいくら言葉を尽くしたところで、それはただの弁明に過ぎません。誰かに許されることで過去の重みから逃れようとする行為、それを執政官は固く禁じたのです。私はこれを守り通さなくてはならない。この命が続く限り。だとしてもあなたは辛くないの？悩みや苦しみを誰かと分かち合うことも許されないなんて。シド、あんたの言う過去のこと、それを俺たちが知りたいと思うのも許されないことなのか？それは、いえ、確かにその通りですね。私に過去を打ち明ける資格がないように、真実の追求を止める権利もない。全てはあなた方の意思次第です。なあ、さっきから話がさっぱり見えねえんだけど。檻を見て話せ。なあ、そろそろ戻ろうぜ。あいつらもきっとキリエのこと心配してるだろうしさ。そうね、みんなにも早くキリエの無事を伝えなくちゃね。はい、ミオ先輩。先に行っててもらえますか？すぐに追いつきますので。分かったわ。クリアした。シドはノアたちと共にキリを救い出し、苦悩の末に復讐者との因縁に決着をつける。過去より連綿とつな過去を断つためにと。20になった。情報ゲット。オーガイ関係が変わったみたいだ。ちょっとこれ気になるな。オーガイ、まあ、やっぱあれでしょ。あれ、どうかな、共同指導。
なんだあれ。なんか戻ったらなんかなってんな。なんだこれ。本来であればこの場で神秘たちの健闘をたたえ演習を締めくくるはずでしたが、どうやら彼らもまた私と同じ気持ちのようですね。ミエロ、セナ、タイオン、そして親友になるケベスの戦友たち、あなた方の共同によって彼らは一人前の兵士としてたぐまれなる成長を遂げました。かつての敵同士という確信をものともせず、同じ立場で真摯に向き合い、彼らの進むべき道を教え導いた。今日という日までが氷に願望を取り、渾身の育成にご尽力いただけたこと、彼ら一度心より深くお礼申し上げます。あなた方が我慢にもたらした影響はいずれ他の国にも波及するでしょう。未だ戦火の大変な世界から見ればごくわずかな影響に過ぎないかもしれませんが、それでもこの小さくも偉大な一歩をあなた方と共に進めたことを私たちは誇りに思います。今一度氷に願望を代表して、ウロボロスに最大限の敬意を。クリアしたようやくこれは指導官の共同使用、共同の総仕上げとなり実践演習を経て彼ら認められた。彼らのこれからの活躍に期待しよう。あともうちょっとゴンになるな。まだなんかあんな。あれ、ちょ待って、その前にさ、その前に情報、さっきの鴎外はみんなちゃんと休むように。さて何から話そうか。今から数年ほど前にかつてコロニー会はアグネスでも指折りの部隊として名を馳せていた。会は敵を一人として残らず、勇者の合意打ちをかけ、とにかく卑劣な氷で、その勢いは遠戻らなかった。黄金へと昇格は目前だったけども、そうはならなかった。ああ、交戦記録には海は激変成果を上げていったが、戦火に比例するかのように自軍の戦死者の数も増えていく一方だった。捨て身ってやつがそれよく隠し続けられて、そうやって兵士を振るようにかけていたのさ。結果的に優秀な兵士は生き残る。実戦の中で弱者を排除し、強者によってのみ構成された間に敵はなすすべもなくチャンス。そういったまた容赦ない。力こそ絶対と信じて構わない。疑わない。それが氷に変え、軍務長外。王外。でも結局夏撃しなかったわけだ。ああ、最後はロッツァ古戦場の戦いで、海は複数の氷を道連れに全滅した。記録ではその中で王外も戦死したことになっていたが、王外、指導の本当の名前。今は軍務長は力への心構えを解くのは、王外であって自分自身を叱るためのもあったのかもしれないと。真実を知った上でどうするかは俺たち次第だとシドは言った。でも俺の気持ちは変わらない。どんな過去があるでもシドは味方で、俺たちの仲間だ。みんなどうだ。俺も前に言った通り強いやつは歓迎ってな。私も特にはって感じ。他人の過去にどこがいいかという趣味はないし、軍務長は軍務長のやり方で過去で向き合うとして、あとはあの人次第だ。シド軍務長はこの2シートから来た私とミオちゃんをすると気に使ってくる。だから今更疑ったりなんてしない。私もシド軍務長を信じる。私もセナとみんな思い合い一緒みたいなね。ああ、太陽の言った通り、あとはシド自身の問題。それでも今回みたいな対策が必要な時は俺たちでシドを支える。共に歩む仲間として、そういうことね。いや、何よりも今回動画1時間以上になってんな。それでは参りましょう。エクストラなの。つうことで、まあ、あのハテナは気になるんで、次回かな。次回の動画であのハテナ行こうと思いますので、今回のね、動画これで終わりたいと思います。ようやくね、クエストはもう空になったな。そうだね。あ、7人の、これはあるのか。はい、ということで、今回のね、動画これで終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バーイ。